はずでは。今日は足トレと乗馬さんと筋のトレーニングをしていきます。楽しみです。最近作ってる朝のブルーベリーオートミールヨーグルトがめちゃめちゃ美味しくて、毎朝起きるのがすごい楽しみですね。今日はスミスおじさんがいなかったので、スミスマシンでねスクワットができました。僕今の目標は体を大きくすることなんですよ。だから減量って正直逆行してて、本当は僕ねもっともっと食べたいんですよね。ただ体脂肪率が高かったらテストステロンの分泌量が減るって聞くんですよ。で僕も結構体脂肪あるんで、本当なら今すぐも食べまくってトレーニングもしまくって筋肉を大きくすることを目指したいんですけど、多分一回減量を挟んで体脂肪を落としてからまた筋肉を大きくする生活をした方がゴリゴリにね大きい筋肉をつけるのには早道なんじゃないかと僕は思って、今減量頑張ってます。やっぱね、何も考えずに筋トレとか減量するより何か目標があった方がね、大会に出るとか一回体脂肪を 10% にするとか、そういうなんか目標があった方が物事は続けられるし、僕もね好きなもの食べたいと思う時あるんですけど、まあ、一旦体脂肪を 10% くらいにはしたいという目標のもと頑張ってるんでね、せっかくこの動画を見てくださってる皆さんも一緒にね頑張れれば嬉しいです。この日の上腕三頭筋のトレーニングは、最近ハマってるね種目数を増やすんじゃなくて、減らしに減らして10セットとかその種目をやりまくるっていうトレーニングのもとね、まずフレンチプレスを10セットしてます。その後はケーブルプレスダウンを5セットくらいかなしました。今までやっぱり一個一個の種目が雑やったんで、こうやってね一個の種目をとことん突き詰めて上手にね対象部分に活かせられるように鍛えながら練習します。今日はちょっと予定があって、妻と一緒で名古屋の方に行ってきます。前の動画で買ったエアロバイクっていうのかな、これもめちゃめちゃ良くて、まあ、妻といる時間で、ね、最近海外ドラマ見てるんですけど、それ見ながらずっと有酸素ができるんで、しかもなんか手を動かせるケーブルも付いてるし、結構おすすめですね。まあ部屋が狭いんで収納スペースがなくて、こんな感じで毎回運ぶのがすごい大変なんですけど、毎晩1時間から2時間こごうと思います。はい、では寝ます。結局ね全然なんか指輪フィットしなくて指輪はつけてないんですけど、まあ妻も許してくれたんで指輪を買ったけどね、まあ、つけへんキャラでどうかなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。今日もねめちゃめちゃ眠たいですけど頑張ります。昨日晩ご飯早かったんで、もう腹減りましたね。もう腹減ったけど、頑張ります。なんかめっちゃ寒いっすね。5月ってこんなに寒かったっけ。では、行ってきます。それでは1時間バイクを超えていこうと思います。よくね、出るか報われるって言葉があると思うんですけど、まあ、いろんなスポーツとか勉強でそういう言葉が通用しますけど、一番ね、努力が報われるっていう言葉がマッチするのは僕はボディメイクだと思ってるんで、体作りってねほんまに運に左右されないんですよ。例えば野球へと、まあ、相手チームの強さとか、あとまあバットの当たりどころとか風向きとか、いろんな要素によってまあ勝敗とか変わってくると思うんですよ。勉強とかでも、まあ、勉強した部分がテストに出るとか、まあ、テスト作成者の傾向とか、そういうのにすごい左右されると思うんですけど、体作りに関してはもう自分の努力だけですよね。本当に
誰のせいでもない自分が筋トレしっかり勉強してすればするほど筋肉もつくし、食事を制限してしっかり動けば体も絞れてくるし、まあある意味ね、だから難しいっていう意見も多いと思うんですけど、だからこそね、まあここまでやってたんで、もうちょっとね絞って理想の体に近づけるように頑張りたいと思ってます。僕ね、かなりビビりなんで、今やってるみたいに重りをつける前に何回もセーフティーバイに落としてね、死ねないかどうかを確認してます。ベンチプレスは一番やり込んでる種目だけあって、胸への効かせ方がわかる気がします。僕の YouTube のコメント欄じゃないんですけど、他の人の YouTube のコメント欄で筋トレが雑やと、そんなんで YouTube 投稿すんだみたいなアンチコメントがあって、それ見てね、あ、俺もちゃんと思っちゃってやっぱり高重量でやらないとでかくはならないと思うんですけど、高重量でやってもね、他の部位に刺激が逃げまくってれば効果を半減すると思うんで、っていう反省のもとね、今ディップスは重量なしでしっかり大胸筋下部に効いてるかを確認しながらやってます。で、確認した結果、次はしっかり重りをつけてやってます。まあこんな感じでね、まだまだ僕のトレーニング人生は長いはずなんで、フォームを意識しながら、かつ高重量は使えるようなトレーニングを毎日ね、意識していきたいと思ってます。ダンベルフライも同じで、1セット目は22キロでしっかりと胸筋のストレッチが効いてるかを確認しながらやって、で、どんどん重量を上げて、重量上がってもね、しっかりと低重量の時と同じように大胸筋のストレッチが効いてるかを確認しながらやってます。まあ筋トレって一見単純に重いものを持ち上げてるだけな気がしますけど、やっぱりね、筋肉を動かす必要があるんで、思うようにね、思う通りに筋肉を動かす競技なんで、そういう意味でもなかなか深いなと思いますし、考えながらやってると難しいなと改めて思います。まあでもこうやってやってると、ほんまに自分って筋トレが好きやなって思いますね。こんな考えながらしたことないしね、今まで。そういう意味では筋トレに出会えて本当に良かったなと思いますね。中学、高校、大学の部活動以上に自分で考えて時間取ってやってる気がします。今日もしっかりいいトレーニングができました。肩をした日はね、肩が上がらないようになるんで、気合がしんどいよし、では、よし、行きます。今日の晩ご飯は牛肉にひじき、にキャベツ、ブロッコリー、かぼちゃ、きのこにカカオライスみたいなものです。いつも本当にね、美味しくて栄養満点のご飯を作ってくれて感謝をしてます。アライブのくらいはね、僕がしてます。では今日も寝ます。今日はプロテインヨーグルトです。また明日以降も筋トレと、減量ね、頑張っていきますので応援よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。